屋敷神は、屋敷に付属している土地に祀られている神、神社のことである。屋敷神は屋敷及びその土地を守護する神で、屋敷の裏や敷地に付属した土地もしくはやや離れた山林などに祀られることが多い。その呼ばれ方は地域によって様々である。家との関わりが深い神であるが、神棚などの屋内神とは異なり、原則として、屋敷の中には祀られない。 屋敷神を祀る信仰は、浄土神州の地域を除いて全国に分布している。屋敷神の起源は明確なことは分かっていない。しかし、口実するように、神格としては、濃厚神、祖先神と同一の起源を持つ神だと言われている。特に祖先神との深いつながりが指摘されている。日本では、古くから死んだ祖先の魂は山に住むと信じられて、 来たが、その信仰を背景として、屋敷近くの山林に祖先を祀る祭場を設けたのが、起源だと考えられる。古くは、一般的に神霊というものは一箇所に泊まることはなく、特定の時期にのみ、特定の場所に来臨して、祭りを受けた後、再び帰っていくものだと信じられてきた。そのため、山林に設けられた祭場は当初は、祠などではなく、祭祀の時のみ、 古木や自然石をより城として祀ったものだったと考えられる。祠や社が建てられるようになるのは、神がその場に常在すると信じられるようになった後世の変化である。屋敷近くの山林に祀られていたのが、次第に屋敷の建物に近づいていって、現在広く見られるような敷地内に社を建てて祀るという形態になったと思われている。屋敷神が、 建物や土地を守護すると信じられるようになったのは、屋敷のすぐそばに建てられるようになったからだと考えられる。また、一族の祖霊という神格から屋敷神を祀るのは、親族の中でも本家のみだったが、文家の台頭により、次第にどの家でも祀るようになっていったと考えられている。ところによっては、一回一族の守護神であった屋敷神が、真意の上昇により、 一回一族の枠組みを超えて地域の鎮守に昇格することもあった。なお江広ひによると、カッコや敷神本家や敷神一門や敷神の三つに分類することができる。この三つの形態は集落構造の変遷に対応している。集落内の親族関係が密接で本家、分家体制が強固なところでは、一族が揃って本家に集まり祭祀をする一門。 屋敷神であるが、親族同士の関係が弱まり、規迫になると、本家に一族が揃って、祭祀を行うことはなくなり、本家屋敷神の状態となる。親族の制度的つながりが消え、分家が台頭して独立した生活単位となると、分家においても屋敷神の祭祀を行うようになり、格好屋敷神の状態となる。このように屋敷神の形態と集落内の格好の、 関係は対応していると言える。屋敷紙というのはあくまで術語であり、実際の故障は地域によって様々である。東北地方や鹿児島県では、内紙、内紙と呼ばれている。その他、乳館、地紙、地主紙などとも呼ばれる。祭祀を行う時期が濃厚紙と重なることから、両者の関係が指摘されている。また屋敷紙の祭祀は、 一族が揃って行う地域が広く存在し、祖先神の性格があることも指摘されている。このことは屋敷神を、宇治神と呼ぶ地域があることからもわかる。明確に祭神を祖先神だと認識した上で、祀っているとしているところもあり、また農耕神も祖先神の性格を持っていることが指摘されており、屋敷神、農耕神、祖先神の三者は、関わりがあることがわかっている。 ただし、屋敷神を祖先神だとすることに関しては、必ずしも当てはまるわけではない。特に都市部における屋敷神は、屋敷の居住者が変わっても、祭祀を受け継ぐこともあり、一概には祖先神だとは言えない。とはいうものの、おおむね屋敷神は、それぞれの家に関わりのある祖先神を起源にしていると考えられるのであって、特定の神社の祭神を祀るわけではなかったが、現在では、 有名神社の祭神を祀っているとしているところも多い。これはおそらく民間宗教者の関与によって、稲荷、神明、祇園、熊野、白山、天神、八幡、若宮などの有名神社の分霊を祀っていることに変更されたと考えられる。中でも稲荷を屋敷神としているところは非常に多い。屋敷がある敷地の一角に祀られることが多く、 その場合は、屋敷の北西、北東に祀られることが多い。北西の天文に祀られるのは日本において不吉だと、される方角だとされていたためである。農耕において、北西の風は、不吉なものとされるという。北東を鬼門として不吉な方角だとするのは、後世の恩明道の影響であり、比較的新しい習俗である。屋敷のすぐそばには祀らず、 少し離れた山林の中に祀られるところもある。これはすでに述べたように本来、森林、または山に対して、祭祀を行っていたことの名残であると考えられる。原則として、屋敷神は屋外に祀られるものであるが、例外として屋内で祀っているところもあるという。これは、山林で祀っていたものが屋敷に近づいていった結果、最終的に屋敷と融合したものだと思われる。 屋敷神、石像、屋敷神、木造、屋敷神の多くは石像か木造の少子である。普通の神社のような社殿を持つことは、まずない。丁寧に採取されている場合は、抹者程度の規模の社殿を建てられ、鳥居までも持つこともある。しかし、社殿を備えるようになったのは、神の上在を信じるようになった構成の変化で、それ以前は、誇らもなく、 最上のみだった。樹木や自然石をよりしろとしており、伊豆諸島の都島、熊の地方、壱岐などでは現在でも個体を止めている。ラのカリミアを祭りごとに作り変えるところもある。これは祭りの時のみ神が降臨するものだという信仰の名残だと考えられている。普段は神はいないため社の必要はなかったのである。身体は記述の通り、 古木や石を用いたのが最も古い形態だと考えられる。鋭利な刃物の普及により作りが加わり、紙の普及により見てぐらいも用いられるようになった。現在では特に祭人を特定の神社の分霊とする場合は各神社の発行する紙札を祀っていることが多いだろう。春の旧暦2月と秋の旧暦10月もしくは旧暦11月の2回に採取される。 もしくは省略されて、秋に一回のみ祭祀するところもある。稲荷を祭人としているところでは、稲荷の祭日である2月の初馬の祭りが重視される。春秋に祭るのは、山の神が稲作の開始とともに他に降りて、他の神となる春と、稲作が終わりでんの神が山に帰っていく秋に、対応しているからだと考えられ、すでに述べたように屋敷神と濃厚神は深い関わりが、 あると考えられている。ありがとうございます。